東京都立広尾病院は東京都渋谷区恵比寿にある病院である。東京都が運営している。広尾病院は1889年に開設された東京市非病院を前身とし、1927年に東京市立の病院となった。広尾病院の一体は、江戸時代には広尾の原と呼ばれて、徳川家光の時代以降にはしばしば高刈りやうずら刈りに利用されていたところで、 海抜は約9メートルと現在の渋谷区内では最も高度が低い場所となっている。2023年までに渋谷区の子供の城跡地に移転し、首都災害医療センターとして開院する予定であったが、移転を撤回し、同敷地内で建て替える方針へ変更された。都立病院の中では災害医療センターとして位置づけられており、国立病院機構災害医療センターとともに、 東京都の基幹災害医療センターとなっている。平時においては23区と多摩のそれぞれ中心となると、共に発災時においてはどちらかが被災しても、相互補完的に機能しながら災害医療の中心として活動するものとされている。医師、看護師、事務職員により編成される常時2班の医療救護班を、 オンコール待機させておくなど、非常招集体制は、都立病院の中でも進んだレベルにある。2011年の東日本大震災では、災害派遣医療チーム4名を、宮城県気仙沼市に派遣し、市内で医療救護活動に従事した。しかし、国立災害医療センターと比較すると、物資の備蓄、医師、看護師の充足、発災時の緊急登院体制等の面で、 改善すべき点も多い。2004年、東京都が発足させた東京 d マットの指定病院ともなっており、同年10月に発生した新潟県中越地震の際には、他の d マット指定医療機関とともに退院を現場出動させている。東京 d マット指定病院としては他に、日本医科大学附属病院、帝京大学医学部附属病院、京林大学医学部附属病院等、 17、医療機関が指定されている。厚生労働省の主導する日本ディマット単位養成にも協力しており、ディマットの中心的医療機関の一つである。しかし、東京都の主導する東京ディマットと厚労省の主導する日本ディマットは、県営の中であるとも一部では言われている。当初医療にも重点を置いており、病院屋上にヘリポートを保有する。主に、 伊豆諸島からのヘリコプター救急を受け入れ、国民健康保健庁立八条病院や大島医療センターなど、島内の医療機関で対応できない重篤度の高い患者については、病院屋上に直接ヘリを着陸させ、患者の収容を行っている。東京消防庁ヘリポートを経由した搬送に比べて、20から30分程度の時間短縮効果があるとされている。他に、 休館要請を受けて医師が救急車で東京ヘリポートへ向かい、ヘリに乗り換えて当初へ向かったのでは間に合わないほど緊急性が高い場合は、ヘリが直接病院に医師を迎えに来る、ピックアップも実施している。また、当初の医療機関との間で、X 線画像等をリアルタイムで共有しながら診療のアドバイス等を行える。 遠隔地が増減層システムも備えており、同院は当初救急に関しては都内トップクラスといっても良い実力を有している。都心に位置するためヘリが着陸できるのは昼間の緊急時のみであり、長らく夜間帯を含めたヘリポートの常時運用はできなかったが2008年2月東京都と近隣住民の間の合意が得られたことにより、真に急を要し、 搬送の数分の遅れが命に関わる患者に限り実質24時間体制でヘリポート運用を開始した。これにより従来は不可能だった深夜帯の離着陸が症例は極めて限定されるものの可能となり、これにより離島部からの救急体制のあり方に大きな一石を投じたと言える。しかし、騒音問題等住民の積極的協力が得られるかどうかは未知数で、 あり、今後の検討課題となるとみられる。東京都立北東病院、東京都立多摩総合医療センターとともに、東京 ER、疲労を運営し、365日24時間の外来患者受け入れに対応している。ありがとうございます。